どうも、ピシャシュです。かけた。おとぎだ。SNS を最近見ていてですね、面白いものを見つけました。お絵描き好きですか？まあ、得意ではないけど、まあ好き。そう、同じね。細かい絵描いたり、好きな、キャラクター描いたりとか、うん、まあ、似顔絵をこう描いたりとか、ふざけてね。絵って、意外と身近なものじゃないですか。こんなことを耳にしまして、誰がやってたかわかんないんだけど、たまたま目に飛び込んできたんだけど、二人でやるんだけど、背中に画用紙をつけて、うん、描くのよ、絵を。要は背中に画用紙をつけられた人、何を描いたかっていうのを知らされてない。背中で筆圧とかを頼りにして、何描いたかっていうのを、同じものを描けるかってやつ。うわぁ、超むずいね。本当に簡単だなって思うよね。あれ、いけるだろと思っちゃった。国際フォーラムの絵描いてください。そんな無理やん。ちょっと、猫ちゃんの絵をもし描いてたとしたら、わかんない。昔から背中文字みたいなのあるよ ね、 そうね、背中に字書いてもらってそれを言い当てるみたいな。逆に形だけイメージすればいいから当てやすいのかなとは思うけど、これ大事なのが、背中の画用紙に絵描く人が上手ければ成功すると思う。どうやったら描きやすいかとか形状記憶ができてる人だから、うん、絶対上手い具合に伝えられると思う。でこのメンツだったら俺と元木が多分圧倒的に絵描いてるのよ。あ、そうだね。だから俺らが君たちの背中に絵描くわ。で、君たちがそれを読み取って正確に書いてもらう。余裕だよ。絵の伝言ゲームみたいなのがある。ガチで今回クリアしに行こうってます。はい、よし。背中に書いた絵が当てられるかどうかすら分かんないんだもん。そうそうそう、ね、勝手に名前つけました。伝えて書こう伝筆ゲーム。俺ら二人は同じお題でやる。ペケタンとナホが背中の筆圧を感じて書くわけ。我々も全部後ろの線にするんで今回。それはダメです。それは違う。ペアって言葉知ってる。海上保安庁だったら即クビだよ。どうするペア？なんか元木とシルクでじゃんけん取り合える。いるいらないやろ。でもあいつ。どっちかいらないじゃん。あれ酷だよね。うん、なんかマジで当てに行くんだったら、ここに分かれた方が。塾一緒だ、高校一緒だ。そうそうそう。あー、そっか。だから、当てに行くんだったらそれじゃね。グッバージャス。ガテグッバー。そうそうそう。やっぱり知ってた。ジャスの場合。今、はぁってなった。今はぁ。バージャス。今の何秒だろ。で、なんで。めっちゃ気になってるわ。今からやっていきたいと思います。オッケー。二人ともには、こんな感じになってもらいました。これをね、一枚ずつ前の人には配ります。こんな感じになりました。今ね、二人の背中に紙がついてます。ここに俺と元木が同じお題を書きます。でそれで伝わったものを二人はこの前の紙に書きます。早速やっていきます。はい、僕はんだほうに書く、そして元木はペケタに書く。はい、お題を決めましょう。これペケとんだほうに聞かれちゃダメなんだ。ダメ、口に出しちゃダメだね。そうだね。俺と人にやっていい？いいよ、なんか順番に一個ずつ決めよう。お題決定しました。はい、こちらです。こちらです。いや、これ絶対いける。絶対これいけると思うんだよね。まあ、これ書かれれば多分わかる。伝筆ゲームスタート。 OK、 じゃあ書きますよ。はい、はい、はい、完了です。いや、これ伝わるはず。いや、わかんないんだけど。紙があるので書いてください。スタート。こうなのかな。両者とも国民的キャラになった。見ていきたいと思います。ナホ、キモッ。何こいつ。いやいや、国民的キャラクターでしょ。どんぐり虫じゃん。何こいつ。違うよ、国民的キャラクターだよ。ピカチュウ。そう、ピカチュウだよ。キモッ。ピカチュウ。ピカチュウにさ、誰がどう言ってもピカチュウだよ。キモすぎ。酔ってるこれ。酔ってないよ、正常。目どこ行っちゃってんの。お前。じゃあペケタンの方見よう。アンパンマン。丸が3連続で続いた感じはあった。おお。そう、3かわかんないけど、なんか丸いっぱい書いてたのと、ジグザグがあったから失敗だよ。ちゃ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 。丸以外になんかあったかもしれない。うん、でもそれってどういう生き物なんだろう。いや、アンパンマンもそれってどういう生き物なんだろうなんだよ。背中の紙を取って見てください。せーの、うわー。ということで、ペケタン大正解です。早い早い早いよ。すげえじゃん。
いや、すごかったよ。再現度高いよ。ペケさん、正解です。やるそっち伝え合ってたってことだね。ちゃんとやって。お前さ、ぶっ飛ばすお前、見たいな、どけ。お前、隠してる。お前、こんなモンスター描いといて俺に文句言うなよ。でもほら、なんか似てんじゃん。似てねえだろ。なんだこの違い。まあ、ピカチュウだとしてもやべえんだよこいつ。何中なんだよ。鼻キモすぎるだろ。ピカチュウってなんだかわかるでしょ、動物的には。でけんでしょ。そこまで分かってて、なんで鼻それなの。ちゃんとガチでやったら伝わるんだよ。一個変なんいるな。これ森で出てきたらびっくりするよね。モンスターボールに入れたくないよ。では2問目、おい、次はもう両方当てに行きましょう。2つ目のお題はこれです。はい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 、じゃあ書きましょう。はい、書きます。お願いします。これ伝わったらでも嬉しいから、うん、わざとちょっと難しく書くわ。お、いや、これもしかしたらサービス問題かもしれないよ。はい、これで、はい、OK です。はい、いや、今回自信ある。これ伝わったらすごくない。いや、すごいと思う。あー、分かりやすい、分かりやすい。うんうんうん、これ分かりやすい。このままね、伝わってるか。では、お二人さん、はい、書いてください。はい、なんか途中から、あれってなっちゃったんだよね。でも最後なんか書いてる。丸いのを描き始めたね、ペケタンは。伝わったら結構感動するわ。うん、さっきより筆の進みが遅いのがペケタンですね。さっきとは裏腹に、うんな方の方は結構進みが早いわ。背中の感覚だけは頼りに。確かに、ちょっと面白いな。はい、終了です。はい、はい、ペケタン、猫ですね。はいはいはい、正面向いてる猫ちゃんかな。なんか最後三角形が足された気がしたんだよ。三角形ちょちょみたいな。ペケタンは猫描いた。ヤホくん、もう絶対四足歩行。もうこれはめちゃくちゃ自信ある。で、一筆がすごい長かった気がして、おう、この辺は多分ね、顔なのかなと思って、おう、ミニコアにしました。あー、そうね、ハゲトカゲじゃないのこれ。はい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 、絶対四足歩行で横向き。うん、はい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 。俺と思うとき同じお題なんだけど、絵の感じは違う感じでいきました。紙取ってみてください、はい、せーの。惜しいじゃんかよ、惜しいじゃん。2人ともちょっとちゃんと分かってんのよ。ほらー、そう、全体の感じは合ってんだよね。なほって正面の絵あんま得意じゃないって前言ってたのよ。そうだから横向きに描いてあげようと思って横向きに描いたのよ。なるほどな。いや、こう見ると似てるわ。ほら、そう、どういう絵かっていうのはちゃんと伝わってはいると思う。ピッピッピがヒゲだと思ったんだ。そう、ね、お題はゾウさんだったんだけど、なんとなく絵の感じは当たってますね。なんか次いける気がしてきた。あと2問出しますんで。次、3問目です。分かりやすくしてあげれば当てられる気すんだ。それもいいね。お題決定しました。はい、こちらです。これ書きたいと思います。鉛筆スタート。いくよ。はい。やばいやばいやばい。僕終了です。これ元木が書いたお題です。もう分かるね。こちら、シルクが書いたお題です。結構絵の感じも似てます。絶対2人とも知ってます。はい、前の紙に絵を描いてください。はい、そろそろ描き終わるかなぐらいでしょうかね。ペケタンが描いた絵、こちらです。ボン。もう何を描いてるか全く分かんなかった。おう、だからその線を再現した。ペケタンが描いたのはボンです。何があったんだよ。ナホくんが描いたのはこちらです。じゃあこれね、あの伝えてもらったんだけど、俺の画力がなさすぎたんだけど、これハクション大魔王。じゃあハクション大魔王を描いてたの、多分背中に。ハクション大魔王。ハクション大魔王。王冠があったら絶対。おうおう、王冠は絶対にあって、うん、もうハクション大魔王しかいないなって。なんでハクション大魔王にしたのじゃあ。いやでも王冠書いたのに、したら別に王様でいいのに、なんでハクション大魔王にしたの。絶対ハクション大魔王。ハクション大魔王。そう。なこの絵ってなんで催眠術にかかってるの。催眠術かかってるでしょ。ってお題は伝わっていたのか。背中の紙を取ってください。せーの。お題は王様でした。なんでハクション大魔王でしたの。めっちゃ惜しい
ちゃ惜しいのよ。合ってるよ。俺王冠描いた瞬間に、あ、やっぱ分かってんなと思ったのよ。これ王様です。違います。ハクション大魔王なんでしょ。王様だよ。だからなんでだよと思って、俺ハクション大魔王ですって言った瞬間まで殴りそうになったの。ペケタンの方はなんかちゃんと外したね。3問目もギリギリなところだったかな。最後で決めよう。最後で決める。最後2人ちょっと決めてほしい。ラストの問題、これ決めてほしいね。お題を発表します。こちらです。はぁ、オッケー、わかりました。でもね、みんな知ってるからね。書いていきたいと思います。電筆スタート。あ、元木が書いたお題こちら。うん、これだな。シルクが書いたお題こちら。うん、前の紙に書いてください。よっしゃ。じゃあこれ両方正解できるお題だと思う。ペンの進むスピードは違えど、彼らは同じものを同じように伝達されています。さあ、これをどう彼らは解釈するのか。真剣な眼差しから一体なんだよ、なんだよ。ペケタンはじっくりと手で背中のこの絵をなぞっています。紙に投影することができるのか。耳っていうことか。ちょっと見ていきましょう。ペケタンの絵、はい、これ何。なんかカービィみたいなやつなんだけど。あ、キャラクターか。クネクネしたの。なんか充電されてんのかなと思って。充電されてんのかな。背中にあったやつここに映した。映したらそうなったと思う。の絵、はい、なんだよお前。服ロケットランチャーやないかお前。肩えぐいな。そうそうそう。めちゃくちゃ強いやん。地獄の門番だよこれ。多分なんだけどミッキーマウスだよね。ミッキーマウス。ミッキーマウス。なんだよ。人に3人やってるよこれ。顔やば。何何。また催眠術食らってるじゃん。ペケタンの絵でしょ。はい、でこっちがダホの絵なんだけど。これなんだよマジで。この服なんだよ。どこから避けてんだよこの。このボタンいらないだろ。俺の行ったディズニーこいつがいたの。こいついたの。キモすぎるな。そんな信用のないミッキーだよ。聞いたことないよ。アイフルとかで金絶対貸してくんねえから。社会的信用度ねえよ。こんな目してんだもん。どこ見てんだよ。ワールドバザールで見かけちゃいけないやつ。背中の紙取ってください。せーの。あ、全然違えや。それ間違えんのないでしょ。なんで自分らのロゴが一番間違えてんの。こう曲線を塗ってたから俺はミッキーだと思った。お前これミッキーか本当に。こいつドブネズミマンじゃんこれ。ドブネズミマンだよ。ミッキーだよ。ミッキーじゃないよこれ。ドブネズミマンだよ。お腹痛い。何あいつ。さっきずっと笑ってたの俺だ。これだろ。みんなが知ってるアンパンマンと同じぐらい知られてるやつかなと思って、うん、ミッキーを書きました。ちょ、なんと本当に難かったってことだね。いや、マジでうるせえ、ね、いいよ、ドブネズミ。動画見てくれてありがとう。セカンドリー Twitter、インスタ登録よろしくね。他にもいろいろやってるので、たびに確認しておくように。チャンネル登録よろしく。せーの、あ